J リーグのディビジョン1第6節は浦和レッズとそして鹿島アントラーズの一戦です。アントラーズも赤が基調になりますから、したがって周りにこう真っ赤に染まっているこの埼玉スタジアムです。今日は3時半現在ですが、気温が9度5分、10度ありません。湿度が 75%、 多少寒さもあるかなというこの時期なんですが、まあ、そういった中で熱い戦いが予想されます。このゲーム解説は新藤克義さん、リポーターリアド・ジェーラ、実況上野明でお伝えしてまいりますが、新藤さん、はい、練習ももちろんこのアップとあるんですが、鹿島の選手が出てきました、はい、なんか異様なこう、ね、スタジアムになったんですよ。そうですね、応援がね、で、レッズからの応援もすごかったし、はい、アントラーズも人数的にはもちろん少ないんですが、ものすごい声援だったんですよね。そうです、当然ここ埼玉スタジアム2002では、アウェーのチームは一角に押し込まれるわけですけれども、それでもいつものアウェーのサポーターとは違って、アントラーズのサポーターたちの熱気というのはね、こちらまで伝わってきましたし、それ以上にやっぱりね、ホームのレッズのサポーターたち、今日はまた一つ力が入っているような、そんな気はしてますね。去年は J リーグ優勝間違いないという形でずっと行きました。ただ考えたら鹿島アントラーズがですね、はい、26節に勝ったんです。新潟戦でした、ここからずっと勝ちっぱなしなんですよ、そうですね、で最終的には去年も第34節の最終節でひっくり返ってしまうという、そうですね、レッズは非常に悔しい思いをした、はい、その前の33節がこの埼玉スタジアムで相手が実は2人いなくなるんです、なのに1対0で負けてしまったというレッズ、そうですね、ありましたね、悔しかったですからね、悔しかったですね。ただね、アントラーズも苦しい時にずっと耐えてきたわけですからね、そこは称えなきゃいけないかなと思います、さあそしてこれから選手が入ってまいります。アントラーズ先頭は小笠原、そして山田がレッズの先頭で入っていきます。鈴木啓太、そして細貝がいて阿部がいます。堀之内、エジミューソン、高原です。いや、堤がいます。そして平川来ました、鈴木です。最後はトゥーリオが入ってきます。各選手の気持ちの面もいろんな思いが当然新藤さんありますよね、あるでしょう、表情を見て締まってますからね、はい、この試合にかける意気込み、選手たちが一番ね、出していかなきゃいけないし、心に秘めている部分も多くあると思うんですね、ご覧のような表情が映し出されます。一方の鹿島アントラーズです。まあ、ACL ももちろん勝っています。そしてまたリーグもずっと勝っています。まあ、この ACL を考えたらレッズはこれ秋までないわけですが、はい、まあ、そういった意味で試合数からは当然アントラーズはかなりこうタフな試合ねってなりますね、日程としてはタフなんですけれども、ただその、コンディションの問題を除いても彼らのゲームをこう考えていく力というのが上がってますからね、特に今、キャプテン同士で今コイントスしてますけれども、まあ、山田とそれから小笠原、はい、この辺のゲームを作っていくというところでのお互いの戦いというのも激しくなると思います。山田は今日が380試合目の J リーグです。過去25点を取っています。一方の小笠原は224試合目の今日のゲーム、過去51点取っています。まあ、そういったキャリア豊富な2人が、まあ、いろんな思いをこう胸に秘めながらね、まあ、コイントスするわけですよね。そうですね、まあ、絵になりますよ、そういう時に2人のベテランが、レフェリーの前でコイントスしながらゲームをいろいろ考えていくというのはね、はい、さあそして今ボールを回しながら各ポジションに散り、そして今度はまた円陣を組もうという両チームであります。6番をつける山田です、32歳。さあ今日のゲームですが、ベテランの岡田さんが主審です、49歳です。副審が村上さんと岡野さん、第4の審判員が相良さん、この4人でゲームの方が行われます。大ベテランの岡田さんですからね。あ、そうですよ、本当にこういう大事なゲームですからね、はい、割り当てが岡田さんになるっていうのもうなずける話で、はい、さあ高原です。まだ点がないですからね、高原はね、使い続けていってコンディションも含めてね、ゲーム感も含めてこう上げさせるのが一番かなと思ってましたら、エンゲルスもそうしてくれたんでね、これはいいことだと思います、はい、そして今日はトゥーリオがトップ下に入っていきます。ここもどういうふうなプレーをするか、ここが一番のポイントかなと思いますね、はい、一方はマルキーニョス、田代です。
ここの破壊力もね、マルキーニョスが5点、タスのは2点です。さあ、そのアントラーズのキックオフで後半の45分がスタートを切ります。左エンド赤いユニフォームが浦和です。右エンド白いユニフォームが鹿島アントラーズです。まずこの入り方、どういうふうに入っていくのか、ボールがこぼれていますが、ここは阿部からボールが出ました。まずは相手ゾーンへというアントラーズの考え方で入りましたね。エジミューソンからトゥーリオ、ここは簡単にボールをさばいてエジミューソン、そして高田中に入っていく。エジミューソン持った、さあここはチャンスなのか。エジミューソン、そしてトゥーリオの頭はまだあります。ボールを持ちます。そしてここから打たないで落としていって山田がいます。さあ山田がボールを持ちました。今スイケータがボールを欲しがっていたんですが、一旦下げていきます。ケータがあれだけ前線に顔を出していくのは悪くないですよ、はい。さあここからまたエジミューソンから平川が来ますが、ボールが出てしまいました。さあ浦和レッズのメンバー簡単にご紹介しましょう。キーパー通気入ります。そしてディフェンダー阿部、堀之内、堤です。中盤にはスイケータ、細貝のボランチ、右の山田、左が平川、そしてトップ下トゥーリョが入ります。高原、エジミューソンのこの2トップになります。控えの方には山岸、坪井、内館、梅崎、岡野、永井、そして、エスクデロ、セリフィオが入っています。これが浦和レッズ。エンゲルス監督がマクロチームを率いることになりました。まあ、第2節終わって尾関監督から引き継がれたわけなんですが、本当に調子の方は、内容はともかく、はい、やっぱり勝ってきましたからね、今ね。そうですね、ナビスコではまだ、はい、難しい状況が多くあったんですけれども、まあ、徐々にではありますが、J リーグの方で3連勝というね、結果に関しては申し分ないと思います。そうですよね。あとは選手もいろいろとポジションも変えながらやってますから、はい、煮詰めていって、魅力あるサッカーにしていかなきゃいけないという作業がまだ残ってますので、ここをいいきっかけにできればなと思ってます。はい、ただこの2試合はあの立ち上がり早い段階で失点してるんですよね。そうですよ、逆転でね、勝ち点取っていくわけですからね、はい、それも勝利で。そうですよね、はい。ただですから、まあ立ち上がりちょっと注意をしながら、まあゲームを進めていきたいなという気がします。あの清水戦では10分に藤本、そして岩田戦では2分にジューシーノという、はい、まあ、この辺で失点をしていますから、まあ、よく失点はしましたけど、まあ、ここは要注意になります。さあここはボールが入りました。井戸が入ります。元代表です。クロスが一歩入っていきますが、元山飛び込んでいきました。ここからトゥーリオが前線フィード、そしてボールを込めて7番荒岩がいます。ただね、上野さん、はい、レッズの課題の一つとして立ち上がりにエンジン全開にいかないというのもあるんですよなるほど、それをどう考えるかですよね。ならば、全開でなくてもやっぱり失点はなくしたいと思います。そうですね、はい。さあ高原、レッズの中では、まあ、トゥーリョの話も出たんですが、新藤さんは特にどの選手になりますか、目をやっていくのは。今日ですか、トゥーリョです。やっぱりトゥーリョですか、はい、はい。トゥーリョがどういう絡みをして、どうゲームを作っていくか、はい、でボールを受けなかったらこのポジションダメなんでね、前に行くだけではまたダメなポジションですよ。さあここは平川行っています。あのボランチに入った時はその前後で当然飛び出して、ね、いい仕事をしたんですが、そうですね、おっとここがトラップちょっとできなかった、でも、はい、今のようなスルーパスを繰り出すとかね、そういうのがこのポジションの役割になりますから、どんどんやったらいいと思います、さあそして鹿島アントラーズですが、メンバーご紹介しましょう。キーパー曽我畑です。ディフェンダー右から井野葉、岩政、大岩、荒岩です。そして中盤には本山、青木、小笠原、ダニーノ入ります。で田代、マルキーニョスのこのトップになります。そして控えの方には小沢、中吾、増田、船山、遠藤、興梠、そして佐々木というこういったメンバーです。ボールは込めて、ここはクリアになりました。大岩です。まあ、こちらはオズワルト・オリベイラ監督がこのチームを率いますが、今雨が落ちてきましたね。キックオフ直前には降ってなかったんですけど ね、今降り始めているようです。ただオリベイラ監督もですね、はい、あのこのところを見ると、うちの攻撃のチーム、うちは攻撃のチームだけではないと、あの守備をしなければならないときはフォワードの選手であってもディフェンスにしっかりと切り替えていると、まあ、これが今の、まあ、結果になっているという話をしていますよね。そうですね、というか瞬時の動きが非常にこうできていると、はい、それぞれが献身的にやってくれているという話をしています。まあ、それが今 J リーグ5連勝です。ここはジミーさん、折り返しはボールを当てて、ボール出なかったか、コーナーを狙ったんですがボールは出ませんでした。エジミーソンです。さあ両チームちょっとこう表情を聞いていこうと思うんですが、リポーターリアド・ジェーレンですが、はい、まず口コミ
ーションなんですが、ウォーミングアップ中は雨がポツポツと降っているだけだったんですけれども、今は本格的に降り出してきていますね、ちょっと肌寒い、そういった状況です。はい、それでは浦和レッズエンゲルス監督の試合開始前のコメントをご紹介します、はい、今日の対戦相手に関しては鹿島らしく今結果を出しているチーム、でも我々は鹿島をよく知っているという話によって、昨日の練習前のミーティングでは鹿島についての話についてはそこまで長く時間を取らなかったそうなんです、それよりもむしろ我々のやりたいことをすることが重要、鹿島戦で大事なことは何よりも勝ちたい気持ち、メンタル的なところが大きいと、ウォーミングアップの時から頭と体をしっかり準備することが大事ですとのことでした。なるほど、ということですが新藤さん、あとやっぱり準備、そしてまた鹿島についてはやっぱりそれぞれが本当知ってますよね。そうですね、その鹿島のアントラスのやり方というのも十分分かっていて、それでいい準備もここまでしてますから、あとは精神的なものは当然このゲームでは大事になってきますよね、1対1での競り合いの局面とか攻守の切り替えのところ、こういったところでどちらがより勝ちたいと思うかというのも、大事なポイントにはなってきますよね。そうですよね、あの今5連勝中トップを走る鹿島アントラスもやっぱり最終的にレッズというのはね、シュートになりますが、ここはラインを割っていきました。あのやっぱりレッズに勝たないことになったら当然あるわけですよね。これからも当然レッズが立ちはだかってくるというのは分かってますから、ここで叩くか叩かないかはアントラーズにとって大きいわけですよね。上野さん、対する鹿島アントラーズオズワラとオリベラ監督のコメントです、ラワに関してはいずれ調子が上がってくるチームだということは分かっていたとのこと、ACL の試合もありタイトなスケジュールの鹿島ですが、準備は非常によくできているし計画通り物事は進んでいるとのことです、怪我をしたあの内田選手の代わりに入った井ノ葉選手については、練習試合で見せてくれているパフォーマンスをまた見せてくれればと思う、守備もできているし期待しているということでした。そうですか、というオリベイラ監督、ジェーランリポーターが伝えてくれましたが、当然どこのチームもレッズは2連敗はしたんですが、最終的には来るというのは分かっているわけですから、もうどのチームも警戒してますよ、それから監督の話の中で、やっぱりチーム全体がシステマティックに、動きができる、それもオートマティックにというようなところは、あると思うんですよね。だから成熟してきたと思っていいでしょう、とにかく勝ちっぱなしというかずっとその勝ちを続けているわけなんですが、強いてあげれば今シーズンはゼロックススーパーサッカーではちょっとね、PK 戦で負けてはいるんですが、あれは前哨戦ですからね、一つのタイトルかもしれませんけれども、あそこでチーム力を測ることはできないですね。エジミューソンが行きますが、厳しくいきましたがカードが出るんですか、これもしかして2人に出るかもしれませんよ、岩政がまずいったんですか、岩政とそれから、後ろの、今大岩が先出たんで す, です、ね、これは山田に対するファウルが中盤でありましたから、ということはですね、ディフェンダー2人がですね重要な位置なんですが、この時間にもイエローカードというのは厳しいですよね。いやこれからその当たり方という部分でどうしても躊躇する場面が出てくるかもしれませんが、今日のレッツはあのエンジン全開で来る可能性があるということで、かなりセンターバック2人も注意深くその応対をしているというのは分かりましたよね、最初が肝心だということで、そういうプレーしてきたんだと思いますね。さあフリック阿部です。トゥーリオ、高原、エジミューソン、山田も中に入っています。今堀の内が行きました。阿部が蹴っていいボール入ります。小畑パンチング、そして水系とか待っています。水系とかで声出してここは細貝がいます。平川、細貝が回り込んできましたが、平川クロスが1本入った。ここは飛び込めないか、こぼれていますがクリアちょっと小さい。大岩のクリアはボールが出ました。タッチライン割っています。確かに、岩政、大岩のセンターって強いですよ、今のクロス、一連のクロス見ても分かるんですけどね、大岩は361試合目になります。32歳のベテランプレーヤー。さあここは田代が行きました。マルキーです。一旦落として小笠原から、そして本山、これも要注意の選手になりますが、裏を狙っていったんですが田代ちょっと反応できませんでした。上
上野さん、はい、先ほど新藤さんあの立ち上がりが重要だという話をされてましたけれども、あのこのところのそういった課題点に関して山田選手も、まあ、そこが最初が肝心なので集中して入っていかないといけないなと話していました。それから、はい、平川選手もですね、あのディフェンスでもまだまだ甘い部分があるし、局面で負けているシーンがあるので、まあ、けれどもこの1週間でディフェンスの練習は十分してきたから、あとは個人的にもチームとしてもどれだけ課題を、面白い、はい、ここからマルキリスが行った、うん、今のなんかはやっぱりらしいところですね。小笠原から始まってるんですよ、裏狙いです、という今まあリポートもありましたが、まあ、それぞれはそういった意味でも準備をしていますし、やっぱりあのこれまで その立ち上がり失点をしているというのは選手には当然ね、あの頭に入っているんですけど、ですからね、立ち上がりについつい甘くなるという守備面も多分頭の中には入れているでしょうし、攻撃でもそうですよね、行けるところ行かなきゃいけないというのは分かっていると思います、さあここからコーナーからボールを込めていますが、クリアできるかどうかですが、ここは激しいプレーになります。そういうことを考えた上で、やっぱり気になるのが小笠原のプレーですね、僕はレッツで今日はやはりトゥーリを注目すると言いましたけれども、一方アントラーズの小笠原のプレー見てましたね、うまいなっていうのね、僕は単にスキルがあってうまいというのではなくて、よく見てるんですよ、さっきフィニッシュまで行ったシーンはね、行きそうになったシーンは小笠原起点ですからね、誰しもが認める選手ですから、でそこやっぱり本山あたりもね、非常にうまく絡んできますし、まあ、どの選手をとっても非常にこう能力の高い選手が揃っています。高いボールが1本入りました。まあ、間違いなくいいゲームになりますね、はい、非常に集中しています。今日は隣のブースでは代表の岡田さんも来ておりましたからね、多分選手のチェックもですけど、このゲーム自体をね、注目して見てると思います。今節なんといったってこのカードですよ。いや間違いないでしょ。アライバ。ここはクロス狙ったのかそのまんま。いやブレたんでしょうね。そうですよね。今田代がしっかり入っていっていますから当然そこ狙いですよね。アライバもディフェンダー左サイドバックですが、今シーズンはもうすでに2点を取っています。中盤のダニーロ1点、小笠原1点ですから、まあ、まんべんなくやっぱり今週点取ってますし、あのアントラーズは今14得点、あの群を抜いてトップなんですよね、で失点がわずかに2、これも群を抜いて少ないんですよでしょう、まあ、レッツの方は今7得点です。そして失点の方が5あります。さあここはスローインです。エジミューソン、おっとここは大岩、うっと肩が上がっていますが、笛は鳴ってないんですね。鳴ったんです、エジミューソンのファールだとして、アシスタントがフラッグ上げたんですけど、そんなにファールというふうに見えなかったですけど、ここですけどね、ここですよね、ここはね、お互いの体の入れ合いでんで、あのサッカーの一番面白いところですよね。そうですそうです、でそれをまあ村上さんがいち早く旗を上げていましたので、したがってまあファールというとなりました。まあ、という表情、ジミーソンです。まあ、ジミーソンはあのナビスコでハットトリックがありました。あれからやっぱり調子がやっぱりね、あの徐々になんですけれども、まだ物足りないですよね、ジミーソン本来の力を考えると、まだまだチーム全体で生かしてあげればうまくいくと思うんですけどね。チューリオが今倒れています。そしてボールが出されますが、小笠原から、しかしトゥーリオは今倒れています。まあ、それほど今日は激しいプレーが続くわけなんですが、今日はトップ下に入りました。もちろんこの3バックの中央というのは多かったんですが、まあ、しかしその後に、まあ、エンゲルス監督になってからはボランチに入りました。ここでは非常にいい仕事をしていた。そして今日はトップ下に入っていますが、あのアントラーズから言えばやっぱりこの4番を捕まえろですからね。そうですね、あのトゥーリオがここぞという時に入っ、ペナルティエリアに入ってきた時は、やっぱり仕事しますからね、ただね、新藤さんね、これオリベイラ監督もトゥーリオがトップしたという予想はどのくらいしてましたかね。少しあったと思うんですよ。これはあの前節でもそういうような状況の時はありましたからね、だから多少はあったと思いますが、ただ梅崎あたりを外してまでトゥーリオということまでね、本当に考えることができたかどうかというのは疑問ですよね。このところ見てやっぱりボランチの良さが光っていましたから、そしてその辺というのもあったでしょうしね、
あ、そのトゥーリは今ちょっと倒れてますがね、大丈夫かな。膝の裏に相手の膝が入ったんでね。で、もともとトゥーリオもね、ずっとこうやっぱり痛めていたわけで、左の太もも肉離れ、これをやったわけですね、長い戦だったんですが、はい、あ、入っていきましたね。大丈夫ですね、はい、ただそういったあの傷っていうのは意外と残りますからね。残りますよ。ちょっとこう心配ですかね。あの痛みだけはね、はい、結構あるもんでしてね、マルキーネスが落として、そして洗い場から一旦下げていきました。ここに岩政がいます。非常に強い選手です。ここにボールをうまく持っていきますが、ダニーのこの右サイドに入っています。ボールの回し方はアントラスうまいですよ、そしてマルキーです。狙ったシュートだ、まあ距離的には長かったんですが、まだシュートが、ね、ないんで、早めに打っておくというのを、ね、彼考えたんだと思いますね、はい、そしてトゥーリオから小笠原ですね、後ろからしっかり行きました。そしてマルキーニョさん、トラップはちょっと長いが、これはボールは出さない。山田行きました。今から出ましたが、アライバです。そしてファールがありました。マルキーニョスも精力的にディフェンス面でも動きますね。はい、これがですが、さっき言ったようにやっぱりあのオリベラ監督が今のこの状況を考えれば、はい、まあ、フォワードの選手であってもディフェンスに切り替えなければならないことまで、それを全員が瞬時の動きでできているという、まあ、今のシーンだと思うんですが、そうですね、それによって全体がコンパクトになって守備もしやすくなっているのは事実です。さあ、そしてここから堤が蹴ってきました。今日はこれ後ろは堤が右サイド、そして堀之内が中にいます。左に阿部が入っています。その阿部にボールが行きますが、でここでボールを拾ったのは本山です。こういうところうまいですからね。特に去年のあの連勝街道まっしぐら、まあ、本当にこう3位から2位1位と上がってきたわけなんですが、やっぱり本山の活躍が非常に光ってましたね。本山がね、聞いてますよね。どことなくね、あの相手ディフェンダーが掴みづらいようなプレーをするんですよ、はい、そうなんですよね、それもこれもやっぱり小笠原がいてうまく散らしてくれるからそれもできるわけですよね。そうでしょう、はい、小笠原、そしてこの本山ともに今日が224試合目の J リーグになります。この人が小笠原40番をつけます。そして10番の本山、224試合目の負担になりますが、さあここはコーナーキック、小笠原行きました、はい、ちょっとね、僕は気をつけた方がいいと思います。小笠原早めに蹴りましたね。面白いボールだ。追及を感動しました。まだ行って、そしてここは繋いできますが、ボールを込めて小笠原か。この一連の流れはね、早く切った方がいいですよ。マルキーニョス、こぼれている。ここで、うん、まあ、遠くへ飛ばした細貝です。これを山田が行きますね。山田が行きます。粘って、うん、ファーダーどっちだ。山田のファールですね。ちょっとこう抱え込んだと思いました、はい、なぜ先ほど危ないなと思ったかと言いますとね、ここまでの時間でゲームを作っているのはアントラーズの方なんですよね、はい、でレッツの方は跳ね返したボールから攻撃につなげますけど、まだゲームを作るところまで行ってないんで、そういった時のリスタートってすごく危ないんですよね、はい、だからこの時間ちょっと要注意ですし、早くゲームをリズムをね、はい、掴んでほしいですね。列にマルキーニョス、小笠原行きました。そしてダニーロがいます。前線に出して高浜、トゥーリオエジミューソンを狙ったんですが、うん、壁がありました。そして本山、小笠原から一旦下げて、ここは繋いでイノハがいます。イノハも FC 東京でプレーしていました。今シーズンからこの鹿島アントラーズです。内田が非常にあのまだ若い選手、19歳ですが、あのいいプレーをしました。ただやっぱりそのサブ的な存在ですが、イノハがやっぱりいるんですよね。いるんですよ、まあ、いいバックアップがいますから ね、ただ内田もいい選手になりましたね。おーっと、ライバー行った、投げてる、こぼれている、マルキーニョスが、よく防いだ堀之内、危なかったですね。そうですよね、割り込まれましたからね。洗い場が粘りました。洗い場来ないというのはこれありました。ちょっと別に安心したわけじゃないんでしょうか。そうじゃないんですけど ね、はい、ケイタもそこまで、入ってくると思わなかったんで、ちょっと緩めたんですよね。ただ洗い場、さっきも言いましたが2点取ってるんですよね、こういうプレーがあるんですよ。そうですよ、今のサイドバックやサイドアタッカーというのは、はい、ゴール前に入っていくのも仕事の一つなんで、ね、そうですあるんです、十分に気をつけなきゃいけません。さあ、マルキーです。ボールを持っています。いや、もう
上がり失点が多かったというこの10分以内だったんですが、まあ、今日はそこは乗り切っています。阿部ですか、阿部がね、ちょっと中ですよね、頬ですよ ね、 ですよね、これが入ったんですね、これが入ったんですね、はい、うん、田代の右手、右肘が入ったという感じになりました。阿部は今シーズンは1点を取っています、この J リーグです。僕は前節、阿部が点を取りましたよね。でその得点はもう当然評価するんですけれども、それ以上に阿部が3バックから離れて攻撃に参加するシーンが何度かあるんですよ。これはね、あのレッズのいい兆しだなと思って見てたんですけどね。だからマークは当然できないでしょうし、またいいところに入ってきましたよね、はい、ボレーでドーンでしたからね。さあここはまたダニーの今度は左サイド来ています。青木から長いボール、だってプラオサイド、戻りオフサイドになりました。本山です。高原も早く1点が欲しいでしょう ね、まさに日本のエースストライカーです。その高原がまだ点はありません。まあ、確かに体はそのものはまだ万全ではないというのもあるかもわかりませんが、万全ではないんですけどね、それ以上に頭の方がまだね、はい、すっきりしてないんですよ。なるほど。動きがスムーズでなくて、いろいろ迷いながら、動きが入っているので、パッサーも困るし、全体のつながりがねうまくいかないでしょうね。3月の26日だったんですが、代表遠征の時にその連中に、まあ、負傷というまあ、そういったニュースが入りまして、はい、という感じだったんですが、さあそして堤です。まあ、このところの堤の成長も目を見張るものがあります。よく頑張ってます ね、埼玉出身20歳です。177センチ、まあ、3シーズン目の今シーズンです。ダニーロ、エジミューソン、チャンスか、エジミューソン、高原が、あっと井の葉がいいところ来ましたね。今のところにね、当然高原はあのラインを牽制しながら、あの出ていくんですけれども、からいよいよここというところにトップスピードの入り方がですね、僕は今のパスのスピードは良かったと思うんですけどね、半歩足りなかったね。そういうことです。動き出しの半歩ね、部分です。あそこで打ってのはもう文句なしだったんですが、井の葉の方が早かったですからね、今ね、その辺がまだ本調子ではないということですね。もう一歩のところですね。その井ノ原がバーに上がっていきました。本山から、さあそしてここで新井にボールが入ります。ここはボールを散らしながらいきます。鹿島アントラーズ、ダニーロ、昨年からアントラーズです。ダニーロでどうする、本山狙っていきましたが水系統に当たりました。さあここはトラップミスです。平川行きました。今日は相馬が体調不良で出ていません。平川、平成が持っています。田代からマルキーニョス、逃げ出しました。ここも面白いボールが行きます。青木からと、ここはキーパー鈴木です。今のクロスはちょっと後方だったら危なかったですね、はい、ですからこう見ても今の位置は本来であれば井の葉辺り上がってクロスというシーンなんでしょうが、やっぱり青木が行くんですよね、ボランチの選手なんですが、あの辺はしっかりもうサポート行きますから、青木と小笠原 の、その関係ですね、どちらか攻撃に行った時のお互いの、まあ、ポジショニング、すごく絶妙ですね。鈴木啓太、細川、今日はこの2人のボランチになります。そして左に平川が入っています。相馬体調不良、したがって右が山田になります。闘莉をトップ下、小笠原、ダニーロ、ヘッドパスも絶妙です。ダニーロ行きました。アライが上がっていきました。アライが丸くした中、外には今ゆっくりと田代が行ったが、おっと、これは今の危ないですよ、ね、あの今のは半分を狙ってると思うんで ね、続きの頭上から逆サイドのネットを落とす考えなんですけど ね、はい、今実際にあのゴールの枠行ってたら、はい、続きも取れなかったと思います。そうですよね。
上野さん、はい、今日の対戦相手鹿島についてですね、選手の皆さんも非常に高い評価をしていまして、はい、鈴木啓太選手も鹿島チームとして完成されている今の J リーグの中で一番のチームなんじゃないかと話していましたね、まあ、弱点もないので、はい、まあ、僕たちはとにかくチャレンジしていくだけだと話していました、はい、選手がね、地上でもそれを感じているという、それは今ありますよ。エジミウさん、エジミウさん、面白いトゥーリオ、トゥーリオが取れないか。ですから昨年というか、まあ、とにかくこのレッツもチャンピオンになっているんですが、あの頃はもうこの立場逆だったんですが、やっぱり去年の終盤から、まあ、今年のこの序盤にかけてはもうやっぱり立場また一つ逆転してしまっています、ですからチャレンジャーのブツという格好なんですが、こぼれてマイキーです。小笠原行き、水系手から細貝です。小笠原取りましたね。おっとファールありましたか。ファール取ってくれたから助かりましたけどね、ああいうあのボールをつついて取りに行く、はい、このシーンですけど見てくださいね。確かに足は引っかかってるんですけれども、あの世界ではそういうボールのつき方から奪っていくというのはもう当たり前なん ですよ、ね、助かったと思わないといけないですよ、はい。まあ、本来笛はないと判断した方が今のはいいでしょうね、こういうプレーはこれからもレッツの選手たちには、はい、ああいうのは自らやめちゃいけないというのを言っておきたいですね、まあ、小笠原は29歳です。173センチという、まあ、そんなに国際的に大きな選手ではないんですが、まあ、とにかく全てに正確です。エジミューソン、あっと読みが、ね、上手いですね、今のは読みが早いですね、さあそしてダニーロからゆっくりと今荒井です。荒井がダニーロを走らせます。トップスピードのマルキーです。ボールが出てくる。ここでコーナーかな。コーナーじゃなくてスローインですね。はい、スローインの方です。どうでしょう。危険な時間だと思いません。あの僕もちょっと、さっきから感じてるんですけどね。26分です。裏を取る小笠原行く。コーナーです。いやこれが続くと。ね、30分までにやられてもおかしくないなと思ってるんですけど、はい、でとりあえずはまずここセットプレー、このコーナーキックをしっかりと、そうですよ、だからまず跳ね返してディフェンスラインを押し上げて早く中盤でお互いの競り合い勝負をするようにしないと、はい、今自分たちのゴールが近すぎますよね。岩政強い人の岩政の頭がその前で処理しました。またこぼれています。落としてここは水系谷に来ました。いや田代も非常に高さありますが、その田代がここはトゥーリオ、あーここも本山うまい、はい、高原マイボールになる瞬間に本山出しが出ました。井ノ葉、小笠原ダミーロ、ダミーロまだ取れないか、そして一旦下げていきます。岩政、青木から井ノ葉が今行きました。井ノ葉、きついですね。ちょっとエンゲルス、はい、今指示を送らないと。面白いボールが行って、ああしてもこいつよかった、さあこれでね、はい、高原これでもう全体を押し上げて、もっともっと人数かけないとダメですよ、はい、高原、そしてトゥーリオ、わーと細貝からのパスは結局出てしまいました。そうですね、こういうところはまだちょっと若いかなと、今はできるだけボールをキープしてその危ない時間を、消さないといけない時間なんでね、細貝もオリンピック代表プレーヤーです。21歳です。まあ、ミランのピルロが目標という話をしているんですが、あいいですね、ここまでボランチとしてね、面白いと思いますよ、はい。さあ水系だから山田、もう一回落としてきました。水系だ、この後どうするかですね。今のは意図としてはどうだったんですか、ね、山田ももうそれしか手がなかったんですよ。というのはあの受けに来てくれる選手があったら、はい、そこから、あのビルドアップ始めるんですけど、今それがないんですね、なかったですね、ライン上3枚がボードを待っていた、そんな状況でした。ダニーロ、小笠原、アライバ、
またボールキープは鹿島アントラーズ、大岩35歳です。361試合目の今日のゲームです。まあ、360も多いなと思うんですが、山田が380試合目ですから、はい、大したもんですね。山田の方が若いんですけどね、30手前で山田は300を超えていますから、ね、J リーグ白が持っていきます。持っていきます。キープができます。そして回り込んで小笠原に行くと面白いが、小笠原に今つけました。田代が中に入りました。マルキーニャス田代に構えていますが、ダニーロトラップちょっと長いかな。これはファールですね。はい、はい、ダニーロのファールです。はい、28歳、まあ、昨シーズンアントラーズで飛躍のダニーロです。まあ、ちょっと落ち着いたかなとは思うんですけどね、はい、今度はエンゲルスがベンチからちょっと前に出てですね、ボールへのアプローチをもう少し早くしないと、ただ単に回されるのに、見ているだけだと、やっぱり小笠原がボールを持った時に一気にスルーパス来そうな気はしますよね。で、時間はちょうど今30分が回りました。ここまでなんとか耐えましたから、残り前半は15分。この40番小笠原です。06-07シーズンはメッシーナでプレーをしていました。堤です。そして山田、堤、鈴木啓太からもう一回堤のボールが来ました。ここでサイドを変えて、そして平川待っていますが、ボールは出ていません。ここも取られます。本山から田代、ここも回していきますがボールは出ない。グランダですがマルキーニョス、トラップはちょっと見過ぎました。いや、時折緩急変化させて、いいボール出てきますよ。今の青木のプレーもいいですよね。ダニーロ持っていくか。ここは山田の壁がありました。山田、そしてダニーロ、ファールになります。こういうところ山田はさすがだなと思うんですよね。非常に読みがいいです。とにかく J リーグのラベツは15シーズン目に入っています。一つのチーム15年目、考えたらすごいですよね。すごいですよ。いらして、それから昨日の前日練習でも大原練習場にたくさんのサポーターの皆さんが見学席、それからフェンスの周りを埋め尽くしていました。それほど、まあ、今日の注目度、そして期待度が感じられますね。高原行った。そして水系だ、まだ第6節であるんですが、はい、でもこの6節の持つ意味は非常に両チーム大きいんですよね。大きいですよ。取るのと失うのとでは、ね、はい、運命の差ですね。特に開幕から2連敗してますから、はい、それを取り返すのにやっぱり、夏近くまでかかると僕読んでたんで、そういう意味では思った以上早いんですが、ただまだ一勝星勘定でいうと上に行っただけなん で、はい、高原行きますが、だから今のレッツはこれを取る必要があるでしょうね。前監督、代表監督、オシム監督です。まあ、もちろん代表は今岡田監督になりますが、まあ、オシム監督もやはりこういろんな意味でこうサポートをしてくれるわけですから、はい、まあ、こういった中でこの選手たちがどういうふうに動くかという注目をして見ているはずです。まあ、最近のゲームではアントラーズは9日にゲームをやっています。北京国安とのゲーム ACL です。これは1対0でした。富山、マルキーです。いや、失礼、井ノ原、そして青木からもう一回井ノ原、マルキーです、ね、中に、そして田代も中に入ろうと思うんですが、ここは阿部が行きました。思った以上にアントラーズが充実してますね。ここまで33分しかまだ見てませんけど、最終ラインの、敷き方とかね、からボールの狙いとか見てますと、これは自信持ってるなというのは感じますね。今日はレッツ取ったら単なる1勝じゃなくて、うん、僕は3勝分ぐらいの価値あると思いますよ。そうですか、はい、トゥーリオ右サイド誰も見ません。
ちらっと通り読めは身を見たんですが、だから今指示出してますね、山田に上がってくれよというね。そうですね、ただね、それはパスで分からせればいい話なんで、はい、僕はちょっと早いんですけどね、後半を前にして今言っておきたいんですが、トゥールはやっぱりボランチ下げて、上崎かなんか入れないと攻撃の形というか、レッツの後ろからもどんどんこう上がっていくというのはできないですね。やっぱりこのトップ下というのは背番号10をつける選手がほとんどなんですが、やっぱりこのゲーム、そしてチームをコントロールするわけで、そうです、それをね、本人がやたら動くわけではないんですよね。本人が動いたり口で言ったり、そういう指示でやるのは後ろの選手であって、パスでそれを示していかなきゃいけないというのがあるんで、でどちらかというとやっぱり動きたいですよね。はい、そうです。だから3トップで張ってしまうことがあるんでね。エジミューソンでそのトゥーリオンが中に入っていこうとしていますが、エジミューソン狙ったシュート、まあらしいプレーです。まあ5人差はね、エジミューソンの声は出さなきゃいけないと思いますから、そうでしょうね。はい、パルメイラスが右肩、そしてコンスタントのガーレンズ、25歳のエジミューソンです。かなり19点を右肩で取っています。井ノ原から小笠原、井ノ原、そして青木が行きます。細谷が行きましたが、ファールの方を取りましたか。そうですね、といったらちょっと嫌ですね、これね、コーナーよりもなお近い位置になります。やっぱり激しいですね、今日はね。激しくなりますよ、当然ですけどね。ただもっと、もっともっとレッズの選手たち、ボールへの寄せ早くしてもいいと思います。遅れたところからこうやって行きますとね、ファールになりますので、でアントラーズというのはそういうところ下高さも持ってますので、こういうエリアではできるだけファールはしたくないんですよ。これ嫌な位置ですね。角度もありますからね。いいボール来ますよ、これは。面白いボール落としてきました。あ、これでるシュートは打てない。あっと、そちらシュート。ハンドじゃないかという今アピールなんですが、アントラーズ選手のアピールですけどね、ハンドというアピールなんですが、確実にこのアピールの仕方はルートですし、手に当たってるかと思いますけどね。サワラケモンでここでバウンドしたんですね。でこぼれて本山が打ちます。本山が打ってここで、ね、トゥーリオ、デフェリーによっては取りますよ。そうですよね、エリアの中ですからね。そうです、ね、トゥーリオのテクという瞬間ではあったんですが、ファウルありませんでした。ここは続きパンチ、さあここは錦木となります。青木、そして続き得たから、ここは高原、高原はまだシュートは打っていません。まあ、シュートの数も1本だけ、エジミューソも1本です。まだやっぱりこうシュートを打てないような状況ですか。打たせてもらえない。もらえないです。それとトゥーリュ、高原とエジムーソンの2人の2トップの関係というのがまだまるでなってないんですよね。なるほど、そのエジミューソン、高原ですが、ダメです。お互いに足りないところを補うような動きにもなってませんから、2人が1たす1でしかないんですよ。なるほどね、本山の今の動きも良かった。うまく2トップの考え方を駆使して戦術的に2人をうまくなじませていけば、1たす1が3ぐらいにはなると思うんですけどね。今のプレーもそうですね。アライバー、エジミューソンが壁高く浮いています。エジミューソン、さあここがチャンスになりそうです。トゥーリオ、高原が入っていく、低いボールが来るが、どこか大岩がありました。この辺も大岩、岩政全くお二人ありません。元山からマルキュニュースを狙ったんですが、ボールは出ています。もう38分が過ぎています。ものすごく期待をして、そしてその期待通りゲームをすると、進む時間というのは本当に早いですよね。早いし、実際には面白いんですよ、このゲーム。見どころは豊富だし、お互いの激しさもありますしね。ものすごく期待をして、期待外れってゲームもあるんですが、今日はまさに期待通りになってますからね。期待通りですよ。それと問題点もはっきり見えます。それをどう変えていくのかなという見る面白さもありますし、でも今の状況だと失点をしなければこれは OK かなというような今のレッツかもしれないですね、前半は。平川から高原、
ここも岩政が勝っています。もう一回平川左足、そして入ってくるがトゥーリオ、小笠原が来ました。田代がいます。後ろから堀之内のファウルは前、細貝から山田、山田、平川手を挙げていますが一旦下げました。阿部、鈴木啓太、ここはゆっくり回していきます。出塁、縦に1本入ってエジミューソン、あの縦はちょっと難しいところです、今ね、アントラスの方の最終ラインをずっと見てるんですけど、刻みにね、アップダウンを繰り返してるんですよ、でこういうことをうまくやられると、エジミューソンと高原が動く場所がなくなってくるんです、やっとここも出してきました。もったいないですね。もったいないけどいいプレスかかってましたよ。はい、リードから井野波、もう39分からまもなく40分になろうとしています。ダニード、小笠原、マルキーです。ここは山田が行きます。どっちだ、これは山田だったらどうなんだろうですけどね。粘ったんですが、ですよね、ゴールキックになりました。ゴールキックですね、はい、最終的にはね、という最終的にはゴールキックになりました。ここのマルキーニョスと山田の争いで、よくアシスタント見てましたね。今岡田さんアシスタントの方を見て気がついたんですけど、一番遠い位置ですね、あの遠いところからね、よく見えたなと、岡田さんも OK という今サイン出してましたね。ここも青木が取りました。そして小笠原、もう40分が回って41分になろうとしていますが、まだ0対0です。両チーム点も入っていません、両チーム点も入っていないんですが、新田さん、やっぱり 6-4 鹿島という感じなんですか。ゲーム内容だけ言うとちょっときついようですけど、7-3 に近い、 7-3 ですか、 7-3 に近い 6-4 と見ていいと思います。なるほど、これはおそらく状況を見たら拮抗しているので、多くの方が五分五分か、まあ、ちょっとアントラスかなと思われるかもしれないんですが、局面局面の一つずつを見たときに、その成熟度も含めて見たら、残念ながら今 7-3 の状況なんですよね。でなんとかハーフタイムでそれを変えていかなきゃいけないんで、エンゲルス監督の大仕事になると思います。でオリベイラも今ちょっと、ね、一言二言ありました。したがって岡田監督、岡田選手が言っていますが、言い過ぎるとまだ言ってますか。後ろ姿になった途端にまた言い出しましたが、対策ありますからね、あんまり大事なゲームっていうのね、分かってるんですよ、ただそのゲームに監督がいなくなっても困っちゃいますけどね、青木、井の葉が右サイド行きました。そして長いボールはマルキーニョスが前を取りますが、堀之内が出しています。ゴールキックになりました。ただまあ対戦成績は圧倒的にアントラーズが有利なんですが、ただこの両チームに関してはいつもいつもいいゲームをするんです。いいゲームしますね、それと対戦成績の全てというのは、ここ最近ではもう関係ないなと思ってます。そうなんですよね、はい、まあ、本当の意味で最初のゲームは大宮サッカー場で92年の9月の19日なんですが、あの時はナビスコカップの初年度なんです、はいはいはい、3対2でレッズが勝ったというゲームでした。あ、僕もいましたよ、大宮でしたかね。そうなんです、大宮です。橋田谷浩司さんが2点で福田が1点という3対2で勝ったゲーム、ただまあベスト4に行けなかったのは、あの時のナビスコカップというのはあの2点で1点プラスとかなんか勝ち点がちょっと、ね、あのレギュレーションが変わっていたんですよね、ダニード、ダニード入っていった、長いなーっとシュート、よく当たりましたね、続きによく続きのところにボールつきましたよ。田代がですが今というね、なんで決められなかったという表情を浮かべていますが、これ今決定的でしたね。そうですね、今のやられててもおかしくない、これダニードでしょ、で入れられてこれフリーになりました。危ない危ない、いや助かったと言った方がいいでしょうね、いや今田代のおかげって感じでしたよね、鈴木の前にボールを蹴ってくれました。まあ、この対戦はですからレッズの最初、まあ、戦ではなくて各戦から始まっていますが、レッズの勝利からスタートしたこの対戦です。高原シュート、平川のクロス、高原のヘディングシュート、今日一番の攻撃のシーンじゃないですか、はい、
これくらい平川にはいってほしいですけどね、それで高原も今の体勢だったらちゃんとボールがどこに来るかを読んでいけるんで、こういうシーンをどんどん作りたいですね。もう44分過ぎて、残りはもう1分です。0-0、両チームまだ点は入っていません。まあ、この両チームの本当の意味のリーグ戦というのは93年の6月と9日のゲームになりますが、これ非常にサポーターの皆さんもみんな記憶にあると思うんですが、福田が1点を取って先制したんですが、はい、喜びのあまり守備にみんな行かなかったんです、その間に1点を失うという ね、なんともいたたまれないような1失点。ただもうその当時からその、アントラーズのしたたかさというのは、ね、ありましたね、あったわけですから、あの時は黒崎が2点であの進路がいますよ、そういうね、やっぱり歴史を刻むといろんなこう戦いを演じているわけなんですが、先ほどの92年の話では、今レッズの選手のエスクデラのおじさんが、ピッチがね、僕らの同僚でいたわけですからね、そうですよね。ロスタイムは1分です。ロスタイム約1分、0-0ということは、これは真実も0-0ならいいよしとしたいですね。そうですか、はい、青木から、青木にボールが当たりました。田代から青木、そして淡井が元山動いています。淡井がダニーロビーがしました。で、元山が入ってフリーになった。元山、面白いボールはマルキーです。あーっと、もう一つのを取る。危ない危ないというのが分かりますよね、あのエリアですからね、ただ今のパスなんかでも小刻みにつないできますよね。そうなんですよ。そしていよいよのパスというのはね、これ先ほど僕が危ないと言ったのは、あのエリアだったらレフェリーの主観ですからね、PK 取られてもおかしくないわけですよ、それとスペースというのはあるんじゃなくて作るものだと言いますが、元山が非常に今うまくスペースを作ったんですよね。時間はもうありません。手元の時計ではもう46分を回ろうとしています。今岡田さんがちらっと時計を見ました。そして今その時計が46分を過ぎたところで笛が鳴りました。0-0、よかったんじゃないですか、これは、多くのファンだからね、ちょっと、心配されてると思いますけど、ハーフタイム修正です、ということで前半は結局0-0、両チーム点は入っていません。後半レッツの選手がいち早く出てまいりました。一番遅れてきたのが4番のトゥーリオ、ご覧のように永井がすでに輪の中に入っています。高原に代わって背番号9番永井がこのゲーム出てまいりました、そしてアントラーズは田代が先陣を切って今入って、その後元山が来ました、この辺もそのハーフタイムでどんな指示が出されたかというとなりますが、ずいぶんなんかレッツは進路さん早かったですね。レッツはね、これ意気込みの表れなんですよ、でアントラーズの方はミーティングはもう早々と終わってるんですけれども、レッツが出るまで待機したと思うんです、なるほど、じらしなんですよそういう作戦もあるんですね、だからその時間をいっぱい使うのはそれは問題ではないわけですから、そういったところで、レッツの出方をこういうところも見ているというね、この辺がアントラーズらしいなという気はしますね、したたかですからね、ただおそらくエンゲルス監督も早めにこれを送り出したわけですが、明確だったわけですね、いうことはね、それと今日のゲームはそういう精神的な部分を大事にしているというのもあって、もう行くんだという、それはもう選手たちの気持ちも今ピッチに現れてますよね、さあそしてこの後半はエンドが変わっています。左エンドがアントラーズ、右エンド赤い方がホームラーレッツ、そのレッツのキックオフで後半の45分のスタート、さあ長井に期待をしたいと思います。エチミルソンから長井、そして後ろにスイッケーター、ここからトゥーリオが行きました。トゥーリオが狙っていきました。まずシュートを打っていきます。このトゥーリオの立場はまたどういうふうにね、明確にしたかということですよね、トゥーリオと長井が、トップ下のような形 で、エジミウスをワントップの形でいくでしょうね、こうやってここ最近の長井というのはスペースのつき方非常にうまいですからね、これでトゥーリオのトップ下での仕事も軽減されるんで、いいじゃないですか、そしてお細貝が飛び込んでいきました。ボランティアこのくらいやってほしいという出足なんですが、そしてスイッケーター、阿部、元山プレスをかけます。阿部ファールがありました。
時折阿部あたりも前に出ていくということがあれば、レッズは相手を押し込むことができると思います、トゥーリオが動いています。トゥーリオの頭を越えてしまいました。上野さん、はい、ハーフタイム中の両監督のコメントをご紹介します。まずはエンゲルス監督、お互いにいいファイトのゲームになっている、前線でキープをしっかりして元気な長居を入れて得点を取りに行くということでした。ということですね、新藤さん、ね、そうですね、それも少し後方から、ジミーソンを追い越していって、手に絡むというのが目的だと思います。でトゥーリオの位置があると、ここは田代が行きますが、ちょっと足が出てしまった、あ、絡みましたか。したがって堤のファールイエローカードになっちゃいましたね、ということはこの位置なんですが、アントラーズにチャンスを与えてしまった格好になりますが、ここはちょっと注意したいですね。注意したいですよ、時間も時間ですね、さあそしてアントラーズが大岩、岩政は当然ですが上がっています。田代動いた、そしてダニーロも入っています。さあどこへ持ってくる、小笠原から直接か、ツーリーの頭のクリアボールになりますが、もう一回小笠原、もう一回小笠原、そして横へ出して青木、まだチャンスは続きますが、青木から一旦ここは下げました。井ノ原から、そして長いボールが入っていきますが、こぼれた、ここはトゥーリューが行きます。このトゥーリューがトップ下からいわゆるシャドウになったことでどういうふうに変わってきますか。トップ下で一人が、ゲームを組み立てて、前の2人を動かすということが当然 1.5 列目としてあったんですけれども、これが長いと同じレベルに並ぶことで、それほど一人で何か全部ということではなくなるんでね、軽減されると思ってるんですよ。そうですか。よりじゃあ、前に出やすくなってますよね。そうです、だから前半だったらトゥーリョが前に行きたい行きたいと思えば、3枚が前線に張りっぱなしになるんですよね。これはもう相手にとってすごくもう組みやすくて、インターセプトすればもうビッグチャンスが生まれるという、それがなくなるのと同時に、トゥーリョが前のスペースを見つけて行きやすくしてやるという、その時には永井が後ろから、バックアップしますからね。なるほどね。そうすると逆に中盤ボランチの位置のスイッケータと、そして細貝ですが、この辺からのパスというのも大事なんですね。大事になってきます、その細貝から、そしてここはまたボールを取れた青木になりました。上野さん、対する鹿島アントラーズのオズワルド・オリベイラ監督のコメントをご紹介します。ポールポゼッションしながら攻撃しているときに相手のカウンターに注意すること、そしてこのまま集中を切らさずいこうということでした、という、簡単なコメントになるんですが、ここで発表されるものは十分ですけどそうなんですね、実際に考えてみても、多くは喋ってないと思います。そうですかね、いい形で来てるので、それほど選手への信頼も大きいでしょうし、でしょうね、確認事項を淡々と言って終わってるはずですが、それに対して選手からどうすればいいんですかって全くないわけですよね。ないと分かりましたね。OK、OK だと思いますよ。エジミオソン、ダニーロが行きました。長井です。そしてこぼれてスイッケータ、エジミオソン、長井、山田が右サイドに行きました。山田、いい展開だ。山田、山田落としてスイッケータ、オフサイドなかった。さあ1本だった。長井、オフサイドありませんでした。最後は長井のシュート、ゴールイン。長井も綺麗だったですね。いや、珍しくアントラーズが止まっちゃいましたよね、いや、レッズがアントラーズにまず1点を成功しました、長井のゴールインです。これ前線を変えた効果がそのまま出ましたよね、ここからうまく回していきました、これですよね、これぐらい飛び出した、もうそのまんま前線のトライアングルが生きたシーンですよね。うまく飛び出しましたね、シャドウに入ったこのトゥーリューの飛び出しが非常に効きました。そしてラインのこのタイミングのやっぱり良かったですね、アントラーズはおそらくオフサイドという気持ちもあったでしょうし、あったでしょうけど、ボールに対して誰も行ってないので、狙ってのパスなんでね、いやこれはしかし立ち上がりですよね。いや大きいですね、変わって入った永井がゴールインです。まず1点を先行しました。それと何よりエンゲルス監督が的確にポジションをこう修正して取った点ですから、意味は大きいですよ、上野さん、この永井選手はですね、ご自身のコンディションについては腰の状態、岩田さんの時よりもだいぶ良くなっているので、だいぶいい、ボールを受けるシュートはあった続き、いや田代の高いヘディングだったんですが、続きはよくさばいています。危なかったです ね
かこうなるとレッツいけるんじゃないですかね。そうですか。あーってまた取れた。本山行った。本山かな。スルーパスで取る。マルキーですが行く。よく防いでいます。ジェイラさん途中になりましたか。はい、それからこの永井選手はですね、このところ 1.5 列目とか、あとそれから中盤で動くことが多いんですが、まあ、それによってあの プロになってからあの最も運動量がこのところ多いかもしれないと話していました。運動量が多いということはそれだけやっぱり動けるわけですからね。チャンスだって巡ってくるわけで ね、そうですね。1対0と1点をリードしたんですが、はい、まあ、これからまたある意味ではスイッチを入れ直して本気モードできますから、やっぱり注意しないとね。いや、確実にスイッチもう入ってましたけど、入ってますよね。あーっと、ボールだ。いやー、小笠原のこのキック、いや、一気にパワーアップしてますよ、本当ですね。で、射撃になってきてますよね。だからこそ列はついていくところは出てくると思うんでね。今のしかしやっぱり小笠原のキックですよね。面白いところに落ちどころと言いましょうか、落ちていきました。いや、狙いどころがいいのとボールの質が高いんで、これは続きも大変だと思いますね。この表情です、小笠原。当然ですが狙っていきますし、ね、誰かが振れればゴリンというシーンを作ってくれるわけですから。そして井ノ原ボールを入れます。井ノ原クロスが1個入った。ここはまともに、おっと、鈴木も今非常に迷いましてね、取ろうかあるいは出そうかというですね。まだありますね、スローイン。まあ、必要な攻撃はね、アントラーズ続くと思うんですけれども、しのいでいれば必ずチャンス生まれますよ。それからこの辺の10分間ですよね、しっかり守りたい。2点目も取れると思います。青木、長谷行きました。ここも壁があります。まだボールを置いていますが、青木、長谷の頭、そして小笠原さんに集中に取りました。そして大岩、間があります。ただしのぐのを下がってしのぐんじゃやられますからね、ボールへボールへ行かないと。洗い場かわしていく。ここフェイントかけますが、もう一回元山に出すのか。元山も面白い。あっと、これはファールはですね、はい、ファールを取られました。まあ、こういうシーンがどん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 続くということになると思います。ますます激しくなりますね、はい。集中をしかし途切れてはいけないというレッズになりますが、1点をリードしています。エンネス監督、ボールを受ける。ここは次が取ります。ここは今のは大井、いや、岩政のヘディングシュートでした。1対0。そして後半も9分が過ぎています。トゥーリオ、平川から長井、平川スピードがあります。平川チャンスか。とエジブンソン、トラップをする。エジブンソン、ちょっとトラップだな。スイケータが行きました。いいところでケータがポジションを取ってたんですけどね。長い。ここは大岩です。そしてまた細貝、長い、スイケータ、裏は取れないか。キーパーが出てきました、曽我畑です。まあ、でも鈴木啓太と細貝が、はい、前線へのパス出しに絡むようになって、面白い形できるようになってますよ、はい。細貝いきます。おっと、そのファールになりました。細貝のファール。そして速いディスタンスから井ノ原、裏を取っていく。さあ、小笠原行きました。小笠原前を向いた。小笠原もっと小笠原が先に行ってしまいました。平川取っています。エジミューソン、トゥーリオ、エジミューソン、裏を行く。おっと、ボールは取れそうだ。さあ、そして大岩がマークに行きました。こぼれて、最終的には青木。大岩も今落ち着いていました。大きな声を出しています、エングレス監督。視線は一塁走に行っています。ポジションを、ね、修正させている。そうなんですね。そうなんですよ。だからやっぱり前線からも追ってあげないとね、プレス効きませんから。そうか、トゥーリー、そして平川からサイドを変えて堤、
厚みも一試合ごとに安定感を増してきています。細貝からあんと持たない、うん、いいですよ、いいですよ、はい、ああいうあれくらいのことを細貝がね、これからあのキャリアを重なるごとにやっていくというのは、ボランチでそういうパス出しができるようになると、はい、もうすごくチームとして大きいですから、オリンピック代表です、まさにあのピルロを目指してやるんであれば、はい、今のところのスルーパスはもうしっかりと、ね、出す必要がありますよ、はい、まあ、やっぱりピルロを目の当たりしたときはそういうふうにより、ね、気持ちの上でも、ね、なるでしょうね。ピルロがまだ細貝ぐらいの時に練習場で何度も見てますけども、インテルでね、やっぱりものが違うんですけど、やっぱり細貝と同じように失敗も多くあったわけですから。ラミチからのパス出しはテイフマリダスピード、そしてまた彼はフリーキックを持っています。元山ミッドフェイントックで前出た、これのマルキーニョス、そして流れでここはエジミルソン、エジミルソン、エジミルソン持っていきます。エジミルソン長いがフリーだ、長い、長い、もう一回エジミルソン、あーといってしまいました。ちょっと今のはブレましたね、まあ、長いも OK としているのはここでそのままゴールに向かって一歩早く行けてたらという思いがあるので、これが新田さん、はい、高原とはなかったんですよね、ジムソンにもあるのかもしれませんね。なるほど。まあ、そういった意味ではお互いの距離感とかお互いのこう気持ちの知り合いとか、それはまだまだかも分かりません、ね、がぜん力が、あのアントラズもですけど、はい、あのレッツの方にね、その力が出てきたなという気がします。わずかちょっとしたところを変えただけなんですけどね、いいように回り始めましたね。中梁から日高は、そして阿部です。堤、山田、堤、マルキーニョスいった、これも危ない、あ、マルキーニョスがいっていますが、ちょっと当たって堀の内、いいカバーしましたね、危ないシーンでした、小笠原、流れという右サイドは空いていますから当たってほしかったんですが、左へ持っていきました。アライダ、ダニーノ、青木、そして右へ持っていいのか、イノハ、クロスが一歩入りますが、ここはまとも、そして防いでいって長いにボールが出ますが、小笠原プレスをかけます。こういうところのねディフェンスへの入り方が、ベテランも若手もみんなね、こういうプレーやってるんですよね。鹿島アントラ11年目という小笠原、岩手は大船渡高校の出身です。まあ、イタリアメッシーナでは6試合で1点ということで終わってしまったんですが、ただまあその中でも出番はあまりこうもらえなかったんですが、まあ、いろんな経験は積んできました。落としてあ取り切るさ、オフサイド、いち早くフラッグが上っています。5点を取っているこのマネキューの32歳です。174センチ、ベルディ、マリノス、市原、清水でプレーをしています。昨年からアントラーズです。14点を取りました。まあ、日本のですからサッカーに関してはもう8年目ということになります、ね、はい、まあ、どこ行っても力を発揮しますよ ね、細貝、細貝中に入った、おっとっとエジミルソン、まだある、今曽我畑が元に戻ります。エジミルソン、あっとちょっと持ちました。ダニードから前線、そしてマルキーニョス、ここは山田が行きます。スミ、あってまともにここはダニーロがいました。ダニーロ、そしてマルキーニョスが今逆ゆっくり上がっていきましたが、元山から細山が持って、もう一回小野さんに返しました。
いや下がりすぎないはいいですけどね。中に入るクロスが入った、クリアボールになります。ちょっと今下がってますよね、レース。そうですね、青木、井ノ葉、青木、中に入るわ、ここはクリアボール、あーとこれた、元山狙わない、そしてここで行きました。今元山うまかったですけどね、 ああいう形でもう一回サイド使うなんていうのはね、もう中の列のディフェンダーたちも完璧に裏取られてますんで、ね、これ普通狙うと思いますよね、これ狙ったんじゃなくて洗い場に出したというね、いろんなやっぱりアイデア持ってますね。持ってますね、それで僕は一流選手というのは、自分が決めてることを例えばシュートだと思っても最後の最後の瞬間で違うところに可能性があったらそちらに切り替えることができる選手だと思っているので、今のようなプレイヤーは、プレーは ね、やっぱり一流の証ですね。瞬時の判断ですね、瞬時に判断することも大事なのとともに瞬時に判断を変えることも大事なんですよ。富山からマルキーニョス、マルキーニョス、そして右サイド今青木が行きますが、中を見ているマルキーニョス、まあ、難しいところでボールを出しますがダニーロ行きました、耐えたダニーロ、マルキーニョスシュート、阿部がよく言いました、足出しましたね、今まだあります、こぼれてダニーロ、リベラ監督も大きな声出していますが、まだ持っていく、こぼれた、面白いボール、マルキーニョス、いやちょっと危ないですよ、はい、小笠原ボールへもまあ当然行かなきゃいけないんですけど、ライン上げないといけないし、エンゲルスコーチもそれ言ってるんじゃない、エンゲルス監督もそれ言ってるんじゃないですかね、はい、ここはファールはなしです。18人過ぎています。小笠原からマルキーニョス、マルキーニョス、堀の内が出しています、スローインです。1対0、後半の立ち上がり早い時間帯に永井が通りに決めています。まあいいゴールでしたよ ね、あのみんなで作って点を取ったという、そういう気がします。小笠原、大岩、永井がプレスをかけに行った、で取れないか、ここに小笠原、そして井ノ葉、ダニーロ動いた、ダニーロのボールが出る、ダニーロ前を向く、かわせない、うん、ここはいい対応にします、いいディフェンスですね、はい、です エジミユさん、こう見るとやっぱり新田さん本当ハイレベルな戦いですよね、なってますよ、前半はアントラスの方が、上手でしたけど、今は五分でしょう、五分というよりレッツの方が、下高さの部分ではちょっと上行ってる部分が出てきてます、でも、はいはい、上野さん、はいはい、あの浦和レッズベンチ今梅崎選手が準備をしています。そうです、はい、小笠原から早いボールが行く、リスタートが早いんでね、早いんですよ、だから準備ちょっとできないんですよね、相手の意表をつくというね、そういうプレーをどんどんやってくるチームなんで、梅崎です、今映ります、早く梅崎にシフトしておいた方がいいですね、そうですかね、そしたら少し下がりすぎるのも解消できるんじゃないですか、はい、田代の頭、ボールを打って、そう、田代です。一番困るのが選手を変えようと思って準備をさせているときに失点をしたりするときが一番プラン崩れるので、ね、このシーン、ここからあのトゥーリーも生きたんですよね、はい、そうですね、結局はワンストライカー、ツーシャドウの形にしたことが、はい、そういうスペースの使い方でね、ゴールが生まれたということで非常に良かったと思います、はい、後半立ち上がり4分でした。あ、そして田中達也もいます、そしてアレックスもいます、そうですよね、こういう選手がまだ実際いるんですよ、いるんですけどね、まあ、ここをしのげば
どんどん選手も帰ってきますし、はい、だからこそ今日が大一番だと踏んでると思いますよね、はい、だから意味では苦しい時期が本当最初に来たわけですよ ね、一気に来ました ね、橋のおっと本山、本山中へ出す、うわと飛び入った感じになってますか。だから下がることの危険性というのは何が起こるかわからないんですよ、あんまり簡単にこうやってペナルティーエリアの中に足を踏み入れるというのは攻撃側の有利なことは間違いないです、さあ小笠原ここも非常に危険な位置のいたすがコーラー、ニアサイド、ダニード、そしてエジミウスが取りました。長いエジミウソン、長い走らせます。これは、ね、長い、長い当たり出ました、出ましたね。トゥーリオか、ここはアライバから、さあそしてここもちょっと注意ですね。今選手は戻っていきました。アライバ回り込んできた、おっ、ただ折れたという細貝ですが、あと細貝は自分のファウルじゃないんであればこういう倒れ方をするんならシミュレーション取れよっていうことをね、しっかりと言ってるんですけど、はい、まあ、紙一重の部分ですからね、はい、さあ梅崎です。ここは誰に変えてきますか。あの中盤の細貝になるんじゃないですか ね、細貝も後半入って良かったですよね。良くなってます、これはね、あの今後に期待できる、ね、あの前のサポートの仕方を後半やってますから ね、ですよね、はい、さあそして井ノ原が来ます。マルキーニョス、井ノ原回り込んでマルキーニョスの中にボールが入りました。本山横へ出してダニーノ、洗い場左にいます。ダニーノがかわしてそして中に入りますが、ここは足を出してまだまだかな。小笠原持っていく、柳選手が持って投げれた、マルキーです、あっと防いだ、ないですよ、本山、あっとどうやってシュート、あっと懐かしい、ちょっとヒヤヒヤですね。小笠原もここうまいですね、いいもの出ますね。でここの本山のシュート、これもいいシュートになりました。ここから耐えて、あのパススピードもいいですしね。あと先ほどの梅崎の件ですけれども、あのエジミューソンを変えて長屋をトップに置いて梅崎投入ということまでエンゲルスがやるようであれば、もう確実にこれエンゲルスのチームとして機能していくと思うんです。その深い意味はまた後ほどでも時間があれば話しますけれども、そしてここはちょっと、細貝ですね、やっぱりね、うん、はい、まあ、妥当に考えれば、細貝かなという気がしますね、はい、まあ、僕はエジミソンを認めてないわけじゃないんですが、まだまだのところがあるんでね。アライバ、ダニーバ、ただ今ちょっと価値は来てるんですよね、来てますよ、だからもう下げたくないんですけど、今下げさせられているのが危ない状況だなと思って見てるんですが、はい、あと青木です。そしてダニーノ、小笠原、本山、ここは山田が粘ったんですがファウルがありました。でここで交代です。これがレッズ2人目の交代、アントラーズはまだ交代はありません。高原から長井、これが後半のスタートでした。そして今24分になりますが、細貝から梅崎です。梅さん、はい、この梅崎選手はですね、試合をやるごとにコンディションが上がるし、気合も、はい、気持ちも充実していると話しています。今途中から出場ということなので、流れを変えるプレーをしていきたいとこう話していました。でまた今日のようにこんなにたくさんの観客の中に囲まれて試合をするという経験はないと話していまして、まあ、でもこういう中でも自分らしいプレーを出したいとコメントしています。ただまあ大分というチームもこれかなりね、はい、観客動員というのはあったような気がするんですね。日本で列ほどのことはね、すらないです。狙ったのか、おっと、面白いキック蹴ってきますね、小笠原。距離があってもね、正確ですから。いや、ここから落としてきました。本当にキーパーから言ったら嫌なタイプの選手でしょうね。
小笠原コーナーキングです。ニアへ来ました。こぼして、おっとここは持ても取れません。後ろから笛ファール。最終的には梅崎の足が引っかかったということだったでしょうか。そうですね、まあ、ブロックしたというね、まあ、ボールに行ってたような感じではあったんですが、今日の主審は岡田さん、いや、やっぱりね、小笠原のこのリスタートは、もらうて、おっと、本当にみんな集中しておかないと、もう本当に予測できないことやってきますから、あのレッズとしては固まって、さあどうしよう、守備の位置をどうしようと言っているときにこれ始まっちゃうわけですから、そうですよ、大岩のヘディングシュート。ここは阿部がちょっと腰を痛めていますが大丈夫かな。エンゲルス監督も大きな声を出しています。ご覧のような吐く息も白いという、そういった寒さもあるわけなんですが、本当にこのゲームの方は熱くなっています。27分が過ぎています。まだまだ時間ありますからね、あります、だから今のアントラーズの攻撃の仕方を見ていると、ちょっとレッツも下がったんでは耐えきれないなというふうに見えるんで、2点目は欲しいんですが、でも気持ちやっぱりこう下がっちゃいますよね。そうです、でまあ、当然梅崎永井とかいますから、はい、そのカウンターは効くんでしょうけれども、それだけに頼っていてもね、どうにもならないかなという感じですよね。大井は井戸葉が2サイド上がっていきますが、その19番の井戸葉22歳です。そしてマルキーニョス、ダニーロが行きました。こぼれていますが、ここは堀之内がいます。マルキーニョスがもっと大きく行きました。ああファウルです。1対0、まあ、今シーズンこの J リーグの中では5連勝という負け知らずのアントラーズ。もちろんあの ACL でも今3連勝、まあ、去年からずっと勝ち続けています。14連勝から勝てば15、過去の記録はあの例えば V ゴール勝ちだとかそういうのは多いんですよね、連勝は、90分で連勝というのはやっぱり勝ちあるんですよね。ありますね。キーナスかトゥーリオ、囲まれて小笠原一旦、小笠原、ああトゥーリオのファールですが、ここでもう始まってますからね。あの辺はだから岡田主審も非常に理解してますから、そうやっちゃいますよね。そうです。マルキーナス、マルキーナス、おーっとこれで、あー鈴木、いやいやこれはね、またアントラーズの力出てきましたから。今です、左サイドバックです。2点目列取り行った方がいいですね、そうしないとある意味2点目で勝負を決めるぐらいでいかないと。エジミューソン、山田、サチャスタ、エジミューソン狙うシュート、ちょっとヒットしなかった。もう一つエジミソンを生かしてあげたいのは、例えば今のようなところでも彼の強引さでもうワンドリブルをしてシュートに移れば彼のパワーが全部かかるんですけどね、なんかちょっと焦りもあるのかなという気はしますね。マルキーニョス、中割って入りますが、ここもボールを持ちます。田代から一旦ここは横へ出しましたが、そして永井です。いや本当になんか柏がかなり来ていますから、ボールはちょっと取れなくなっていますが、井戸葉、大岩、荒岩です。そしてアントラーズもどうやら選手を変えてきそうですね、はい、14番の増田選手が準備をしていますね、荒岩、ここでシュートって言う、元山、相場がものすごい積極的ですよね。そうですね、ほとんど前線に絡んできています。富山、面白いボール入る、僕はトゥーリオの頭、まだここを取る、そしてダニーロがいる、ダニーロから中でボール入る、マルキーニョス、ストラップを少なくちょっと長いで、ここは梅崎が出しましたがまだあります。岩政、そして井戸葉、ヒールドとしてマルキーニョス、井戸葉、
ここは日高です。しかし岩政いました。そしてダニーロがスペースがあります。狙ってシュート壁がありました。強烈です。小笠原、そして大岩、まだあります。休む暇がありません。どん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 行きます。もう1点取るまでこのペースで続くと思いますね。井ノ原また動けるんですよね。無尽蔵の運動量。ダニーロ、ダニーロどうする。ダニーロ前を向いたが横へ出すが井ノ原が待っていました。伊藤トゥーリューの足、嫌なとこだな。嫌なとこですね。これは小笠原持ってこいです。元山下げるんですね。富山下げて、そして増田が入ってきました。増田は22歳です。ボランチを経験して守備力が火をついてきました。スペースの飛び出しというのも非常にいいものを持っています。増田14番です。さあこの位置で小笠原のボーディングが何度も見てますね。これで、まず続きのポジショニングをしっかりしておかないと、これだったらニアだと思うんですが、ファーから落とすこともあるんでね。うわー、よく読んでました。今はニアで助かったと思うんですよ、そこだろうというところでこれ来てますよね。あれね、ニアからファーへ回していって落とす時があるんでね、ただ壁の上しっかりいってますよね、素晴らしいキックです。さあ代わって入った増田から小笠原、そしてここもまたちょっとチャンスになろうという田代が行きますが、回り込んで増田、その増田にボールが出すが、ここは阿部が対応しています。阿部が行きました。しかし増田も頑張りますが、まだあっとファウルがなかった。そしてスローインはレッジから頑張りますね。阿部はもう33分が過ぎていますが、いや33分来ましたからね、なんとか。でもなんか1点差の持つ緊張感というのはものすごいですよね。いやいいゲームですね、本当に。そして坪井ですね、いや自力でレッツが後半いいゲームにしましたよ、いや前半もいいゲームですけど内容がまた違いますよね、前半とは明らかに。ただここも要注意です。小笠原、ダニーロ、マラキーのストップへ持っていく、飛び込みか、ここがクリアになります。そして永井がボールを持つ、鈴木啓太がいった。さあここもボールを回していったのは平川から、前線を取れないか小笠原、そしてイジミンスを簡単にかわしていきました小笠原。ダニーロ、まだあります。カスマントラーズ、増田が行きました。ダニーロ持つ、そして小笠原に預ける。もう決まってるんです。とにかく小笠原に預けるってことですね。なりますね、マルキーですが小笠原、すべてがここからスタートします。そしてクロスが1本ですが、トゥーリオヘディング。さあここから長井です。長井左がイジミューソン。さあ長井持っていく、エジミューソンに出すのか、あるいは梅崎も行きましたが、ここは時間を取りました。トゥーリオ、山田、ちょっと長いか、キーパーに行ってしまいました。曽我畑です。そして大岩、レッツの1点リード。時計は今35分になります。残りあと10分です。粘っています。いいですね、増田の粘り、この鈴木啓太ファール、粘りのある、ファールが出ちゃいました、粘りのあるドリブルがね、この増田の持ち味でしたね。したがってイエローカードが鈴木啓太に出てしまいました。今日は5万4450人が入りました、この埼玉スタジアム、大観衆に沸っていますが。さあそしてまたこの位置になりました。小笠原ボールを蹴ります。右足2枚の壁、平川と梅杉が壁になっていますが、低いボールがどうだっと、鈴木が反応しています。そしてもう一回小笠原、
そしてクロスが1本入っていく。ここは鈴木がパンチングこぼれていますが、そのまんま出ました。そしてコーナーキックに変わります。際どかったですね。これはいいキックですね、よく飛びつきましたね鈴木です。さあまだあります。小笠原、そして早めにボールを蹴ってきます。高いボールになった。ここで青木がいましたが、こぼれて大岩落とした。ここから松田のシュート、松田のシュート。鈴木もよく反応しています。鈴木ファインセーブですよ。連発ですよ、これでこぼれて大井がよく見ていました。いいキック、これ入ってますからね、まだありますね。もうどんどん来ますね。小笠原、今度はどうだ。そしてここで梅崎来ますが、ファールです。いやなんかレッツもでも落ち着かないですよね。落ち着かないですね、落ち着くだけのパス回しがもうできなくなってるんですよね、ある意味アントラーズのフォアチェッキング、つまりは相手ゾーンからもう全部ボールのところにプレスをかけていくという考え方で、早くボールを取って早く攻撃したいというその思いが前面出てますね。しかもスタミナ全く落ちてないですからね、小笠原、そしてダニード、山田が行きますか。ファールになりました。大岩から田代を狙っていきます。田代、そしてマルキーです。ここは鈴木です。とにかく全てに仕掛けが非常に早いんです。このアントラーズ早いですよね、仕掛けが、だいたい小笠原が絡むことも多いですけれども、その小笠原のパスが相手ディフェンド読めないんですよ。それくらいに彼のパス出しというのはタイミングも狂わすし、簡単には狙ったところへこう出してこないし、その小笠原、そうです。オリベイラ監督にはファールだろうという、そんな表情を浮かべていますが、ね、6分ぐらいですからね、取ったら大きいですよ、なんとかこうやってボールをつなぎながら相手のリズムを崩していくことですね。今ここは岩政がいます。エジミューソン行きますが、エジミューソンがちょっと今落ちてますね、そうなんですよ。だから前線からのね、プレッシングも効かなくなってるんで、動きがちょっと鈍くなっています。だからフレッシュな人間入れてもいいと思ってるんですけど、小笠原に預けます。ターンをしながら青木、井戸葉が右サイドフリーでいます。その井戸葉中でダニード、もう一回自分で行きますが、阿部、ダニード、阿部がわーっと出しましたが、スローイン、アントラーズのスローインです。またこのエリアに来ました。ファールありません。ここもプレスをかけますが、イロハの足に当たりました。1対0、後半に入ってすぐに 4分ですが、1点を取りましたが、さあそしてまたアントラーズは選手を投入ということになりましょうか。アントラーズはもう総攻撃です。そして多分レッツの方はつぶいを入れて、ある程度受けも考えると思うんですけどね。ただそのやるんなら早くそのタイミングを間違えないようにやらないと。さあそして今時計が40分を過ぎました。あと残り5分です。田代、さあこの5分ですが、新藤さんどういう戦いになりますか。まずは、まず一番早い話はここで、なんとかうまくタッチアウトして慣れましたからね、交代のタイミングを間違えようにつぼいを入れるということ、その後絶対ラインを下げたくないんで、ボールへボールへ行けるように前から前からボールへの速いアプローチをさせるということ、これ徹底していかないと、この下がってたんじゃやられますからね。そうですか、ますます、選手投入してきますからね、でレッツから言えば最後のカードを切ることになります。
ただ、まあ、とりあえずやられそうでここまで来たわけですからね、はい、あと5分持ってほしいということですが、平川行きました。ただやられそうで保てるほどサッカー甘くないんで、はい、大体はロスタイムとかそういうところにね、はい、悲劇が起きるんで、それは起こしたくないですよ。梅崎、ここは足がちょっと引っかかりましたが、セーラーになっています。あ、でエンゲルスはこれ交代をちょっと待ちますね。この位置で今チャンスになったところで交代を待ちます。でトゥーリュに今声をかけます。エンゲルス、こちら坪井です。そのトゥーリュは今その指示を受けて入っていきます。戻っていきます。まずアントラスがイノハを変えますね。そうですね、イノハを落として、はいはい、イノハも右サイド非常に果敢なプレーを挑んでいましたが、コーロキが入ってきました、はい、もう最終ラインも薄くしながら、さあただその前に上崎がボールを蹴ります。チャンスです。さあ列1点取ればなくなりますが、イーブルが入るが、ダニーロの頭クリアになりました。さあそして入ったコーロキです。コーロキが行きます。コーロキもこれ素晴らしいですからね、非常にいいプレイヤーです。さあここがチャンスだったか、エジミューソ、山田、コールキアプレスをかけますが、山田かわした、山田から梅崎、あーっと打てない、まだあるトゥーリオシュート。これがねトゥーリオのいいところですよね、ドーキックです。こういう大胆さがいいですよね。面白いキックになりました。アウトにかけたらドーキックですよね、はいはい。そしてこの一連の流れが終わったところで坪井を入れますね、はい、エジミューソンを下げます。それで前線からね、はい、ボールに行ってもらうことを求めているわけですから、はい、これで3人目の交代です。さあ残りあと43分になりますから、あと2分、まあ、ロスタイムを含めても5分はあるかどうかという時間になりますね。そうですね、3ぐらいは取られそうですね、はい、ロスタイムだから5分、はい、5分ですね、頑張りは。その5分の勝負がどうなるか、はい、さあそしてまたアントラスがボールを持って洗い場から中にボールが一旦入っていきますが、ここはおっとファウルありません。さあそしてレッズが取りました。もうファウルも要注意ですよ、はい、長いここはおっとかわした、長いった。さあチャンスが狙うのか、あっとこういう梅崎が非常にいい形に入っていったんですが、梅崎の動きも、はい、まあ良くなってるというのも感じますしね、はい、時間は刻々となくなっていますが、しかしアントラーズも攻めていきます。いかに耐えるか、坪井からボールが出ていきますが、さあそしてもう一回長井です。長いボールをキープ、そして前を取った、さあ長いのプレーが光るか、さあどうだ、長いエリアの中に入りますが、うわっと青木が出す。まあ攻めはもう当然ですが、これ枚数いないんでね。そうですね、もう1枚ぐらい行ってもいいかなと思うんですけどね、はい、今もう梅崎とね、はい、2枚だけですからね。エンゲルスが指示を出せました。さあ青木から小笠原、どういう風に来るのか、増田、タスにボールが入る、もう一回増田に来る、まあ、そして小笠原にボールを預ける、長いボールが一本入っていきますが、競って落としてどうだ、狙ってシュート、洗い場のシュートは強烈です、そしてまたコーナーキックになりました。やっぱり3分だと思いますよ、はい、ロスタイム3分ですからね、約3分です、もうこの相手は絶対に気を抜いたらもうやられるんで、こういうところは危険です、3分間の本当に高い集中やりますよ、はい、コーナーキックになりました。さらける、さあどうだ、飛び込んでいきますが、もうあっとここでプレーできますが、ここから 120% 力出して、やっと 1-0 逃げ切りだと思いますので、ね、はい、1対0、わずかにその差は1点です。その1点を守りきるかどうかというレッズ、そして中央に入ってきますが、落としてる、ここはクリア、ちょっと小さいが、堀之内がクリアしました。そしてトゥーリューがいます。アントラーズの3枚目のカードは中央です。中盤の中央を入れようとしています。もったいない。ただ小笠原を下げるんですね。あ、ね、そう
ですね、それはレッズにとって助かるんじゃないですか、はい、小笠原を下げて中を入れるという学校で今スタンバイしていますが、その小笠原からボールを伸ばした、中盤あいボール1本出る、中盤省略ですからね、はい、うん、ここでボールが出ました、うん、でレッズのボールになりますが、なるほど、ここでその中を入れていきます、もうどんどん前行こうということですね、もう中盤はいらないんで、ロングボールしかいらないから、小笠原を落とすんでしょうけどね、連勝中のアントラーズにその黒星をつけるのは浦和レッズか、ちょっと止めましたよ、ちょっと止めましたが、はい、意味がわからないこれはどうするんですかねなんかだから自分たちのボールになった時に、おーっと長いった長いった長いった、おーまい、あー誰もいないゴール、長いでゴールに決まった、決定的な1点が入りましたレッズ、エンゼルス大喜び、2対0、これは勝利のゴールでしょう。そうですね、いやというよりね、アントラーズのやろうとしたことが、自分たちのボールになった時点で交代しようと思ったんですけど、もうやるんなら今だったですよ、すごいというか中途半端でしたね、ですから選手も迷って、それをついてたのが長いでね、で今これはもう結局荒井が故障したんですね、値千金ですよね、荒井がちょっと足を引きずっている、だから怪我人ということでこれ止めたわけですね、ですけどね、もうそんなこと言ってる時間もないんで、はい、いやこれは大きな得点です、2回でこれはレッツにとっては本当にもう嬉しい嬉しい得点でしょうし、長井よくやりましたね、綺麗な1点でした、さああとはレッツの勝利、時間を待つだけです、もう間違いないですよ、47分が過ぎてまもなくもうあと30秒ぐらいで48分です、ロスタイム約3分、その一つの目安の3分にやってきます、レッズの勝ちはもう間違いのないところです、大きな1点がロスタイムに入りました、長井の今日2ゴール、なんかおっとここは面白いボール登録です、取ったね、これはもう間違いないでしょう、まあ、連勝街道まっしぐらのその鹿島アントラーズにどうやらその黒星がつきそうです、長井もやっぱり高原ジミューソンやっぱり意地がありますよね、ありますね、やっぱこのところの長井のスペースをついた動きでも最高ですから、岡田さんが今時計を見ました、そしてフェガラット、鹿島アントラーズ連勝ストップ、それを止めたのが浦和レッズ、長井の2ゴール、2対0でレッズが勝っています、去年のあの悔しい思いが、11月24日の思いが、それぞれの選手に気持ちとして非常に強く出ていました、そして2対0でアントラーズを破っています、いや大きいですね、今日は僕はもう本当正直に言いましょう、この勝ち点は3じゃないですよ、意味としては勝ち点9です、それくらいに大きな今日の勝利だと思いますね、鈴木もよく守りました、そして後半から入った永井が2ゴール、そういった意味でも連合するこの再開がズバッとしていた、後半も一気にチーム変わったのは間違いなく長い投入、それでトゥーリオと2人で 1.5 列目にさせたこと、これで大きく変わりましたからね、ズバリ決まりました、レッズこれで4連勝です、5連勝中のアントラーズにその土をつけました、見事な勝利、今日のゲームレッズが2対0でアントラーズを破っています、放送席そしてサポーターの皆さん、今日素晴らしいセーブをしてくれました鈴木選手に来ていただきました、おめでとうございます、ありがとうございます、さあアントラーズに対して2対0の完封です、今のお気持ち聞かせてください、そうですね、まあ、点取るまではすごいいいサッカーできたんですけど、点取ってからかなり下がってしまったんで、まあ、ああいうサッカーしてたら苦しいんで、まあ、もうちょっといい感じで試合運びをしたかったですけど、はい、それにしてもあの後半は再三の相手の、ね、ナイスファインセーブでしたけど、あの辺はちょっと苦しい時間帯でしたね、そうですね、まあ、フリーキックはかなり脅威やっていうのは感じてたんで、まあ、止めれてよかったですけど、はい、さあこの後は、ナビスコそしてリーグ、ホームゲームが続きますが意気込みをお聞かせください、そうですね、まあ、いつも通り最近攻撃的になってきてるんで、まあ、続けていきたいと思います、それでは最後に今日も一緒に戦ってくださったサポーターの皆さんにメッセージをお願いします、また水曜日すぐ試合ありますけど、まあ、いつも通りの応援よろしくお願いします、
鈴木選手でした。おめでとうございました。そして今日2ゴール素晴らしい活躍でした永井選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。後半本当にガラッと変わりました。まずは今日どんな気持ちで後半投入されたかを、教えてください。そうですね、前半見てる限りあんまりいい流れじゃなくて、とにかく、やれることといえば動き回ることぐらいかなと思ってたんで、とりあえず動いてなんか起きるだろうっていう気持ちで走ってましたね、はい、そして2ゴールが起きました。まずは1点目なんですが、トゥーリョ選手からの。そうですね、もう触るだけで入るボールを出してくれたんで、トゥーリョに感謝したいですね、はい、そして2ゴール目は2人をかわしました。気持ちよかったゴールじゃないですか。そうですね、なんとなくああいうバックパスをするんじゃないかなっていう、なんとか予想はできて、それをそのまま、ボール先触れて、走っといてよかったなと思いました、はい、それでは今日も素晴らしい後押しをしてくださったサポーターの皆さんに最後メッセージをお願いします。最高の雰囲気の中で、戦えて感謝します。またよろしくお願いします。永井選手でした。おめでとうございました。いや、見事なレッズの2対0の完封勝ち、鈴木そして永井のインタビューでした。さあ、そのゲームを振り返っていこうと思うんですが、とにかくレッズからいえば相手が鹿島アントラーズ、もう何が何でも勝たなければいけないマストウィンゲーム、それをもうものの見事に1点にしたわけなんですが、さあこういうシーンがありました。ここから ね、その通りを触るだけと言っていたんですが、はい、システムを変えて人も変えて、そしてまず永井がそのスペースを作る動きを存分に発揮した中で、形が整ったゴールという意味でこの1点は大きかったと思います。いや、本当永井投入、そしてそのシャドウにトゥーリオ、また成功したというね。エジミューソンのラインからオフサイドかけているので、トゥーリオのところから突破すれば裏取れるんですよね。そういうのをうまく利用したいいゴールですよ。この1点ってやっぱり勇気をもらいました。ただこの後がね、鈴木も言っていたように、そうですけどね、なりがちなんですが、なっちゃったという、下がっちゃってね、これはね、もう長くレッズの課題としてあることですから、これは次のステップで直していけばいいかなと思います。でこのやっぱり話を鈴木もしていましたが、フリーキックというのは当然小笠原のことなんですが、いいキックを打ってくるというね、打ってきましたね。今のこのボールというのは、結構狙っていくには楽なんですけど、そう簡単に落としたりはできないボールなんですけどね、それをものの見事に落としたり自在に扱ってた小笠原というのは見えましたね。ですからね、そしてここですね、あのバックパスがあるんじゃないかなという、よく読んでましたよね。それにしても永井は本当に今日のゲームを大きく変えた立役者ですから、それと僕はやっぱり後半変えなきゃいけないという話をした途端にエンゲルスも後半に動いたということ、これは評価してあげたいですね。監督というのは動く勇気というのは非常にと思いますよ、難しいところなんですよね、それをしっかりやって、それがズバリ当たったわけですから、本当こうベンチそしてこのピッチの中、選手 この気持ちが一つになったという瞬間だと思うんですが、よく前半 の, あの苦しい状況から内容でも差があった状況から挽回して勝ち点取っていったと思いますね。